アルマつけた。どうですか？気になるまつけた。うわ、お腹すいた。お腹すいた、お腹すいた。うん。かわいいでしょ？明日から3月ね。私てっきり29日まであると思ったらさ、今日が2月だった。ん、2月最終日だったね。クリスマスっぽいよね。クリスマスに買ったからクリスマスっぽい。こんにちは。なんかまつげのまつげを上げるやつやったらなんかめっちゃいい感じ。やばい、嬉しい。あれ今クリスマスだっけ。いや今はクリスマスじゃないけど、クリスマス気分って感じですね。リラックマ期間って今日まで？いつまでなんだろう。次なんかひな祭り期間に入りますよね。ひな祭り楽しみだな。そう、もうちょっとしたら卒業します。イソベルは中学校卒業。スペシャル、スペシャル、ビッグニュースです。明日まで本当に。リラックマ OK です、ありがとう。足がまだ腫れてる。めっちゃ腫れてる。こんにちは。6時までやる予定です。なんか今日で全部、今日で全部なんだろうね、持ち帰るべきものは持ち帰りました。もうリュック重たすぎて死ぬかと思った。でも死ななかった。生きてた、生きてた、よかった。そう、あるあるだよね。やっとあさって劇場、そうですね、明日公演、あさって劇場公演です。よろしくお願いします。絶対来てね。教室に結構おいしそうか。いや私置き勉系じゃないんですけど、なんかうんね、いっぱいあって持って帰るものがね、少しずつ持って帰らなきゃだよね。でもあと残ってるのは、うん、明日の教科とみたいな、明日の教科と、うん、と本とかかな。ガーシーの中学校卒業式で歌曲、え、秘密。秘密です。なんか今日いい感じに盛れるね。ねえ、俺が持って帰ってあげるよ。ありがとう。
今日ねなんかレクみたいなのするんですよ最近。本当にもうなんだろう、卒業終盤なのでレクみたいなのをするんですけど、めっちゃ楽しかった。そう、全然普段クラスで話せない人とも話せたし、なんかとても良かったです。ガヤちゃんおんぶしていきます、ありがとうありがとう。だけどね、語源で寝ました。語源実習だったんだけど寝ちゃった。見えるのはルアシだけ、ありがとうありがとう、とうとうとう、ありがてい。なんか最近ねすごいなんかエアコンなしでも大丈夫なの。最近エアコンなしでもコート着れば無敵状態になるので、よっしゃーって感じしごうはお疲れ。お耳かわいい、ありがとう。これですか、私耳ピンとしてるんだよね。昼間コート着なくてもあったかい。そうなんですよ、ついつい今日の朝めっちゃコート着ずに普通に出ちゃって、家、あやばい着てない着てないと思って急いで帰って、またコート取ってまた出ました。寝る前暖房消してる。ああ確かに乾燥するよね。明日の夜コン期待してる、ありがとうございます。ぜひ来てね。頭の耳にも上にもお耳なのかな、これは一応クリスマスの時に買ったカチューシャです。そうアマゾンで買ったの。どう全然見えないけどさ、どう、白雪姫と間違えた、あら嬉しいありがとう。赤点なかった、おめでとう、よかった、おめでとう。かわいい。そうクリスマスのカチューシャ、とりあえずふむふむでもやりますね。皆さんじゃあ R と答えてくださると嬉しいです。はい、ふむ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 、私はここにいるので R、 ありがとうございます。皆さんにたくさんのラスマイルをお届けします。新潟県出身、中学3年生15歳のベルちゃんことイサベルアです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 R ありがとうございます。前髪は気に入らないぜ。ありがとうございます。最近ね、触覚がいい感じなの。どう？いい感じでしょ？いい感じでしょ、ここ。こっちもいい感じ。ちょっとこっちの方が細いんだけどね。そう、毎日配信170日目、ありがとうございます。なんか書くか、書いてみようかしら、どうしようかな。うん、書きますね、でっかく書こう。
すごいペンの音する。今日いつもより可愛いなと思ったら触覚が決まってる。あ、そうなのかな。結構触覚で私変えられますよね。ハルチュン画伯が描いた絵をぜひグッズ化ね。ハルチュン画伯私も好きよ。できたね。よし、みんなに見せるよ。はい、毎日配信170日目ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待ってね。なんちゃら目って書くの忘れた。よいしょ、イエーイ。相変わらず文字が大きいこと。ありがとうございます。後ろにでも貼るか。最近後ろが寂しいのでね、貼りたいと思います。すごい大きい。ありがとうございます。すごい、なんかいつの間にか170日も行ってるんですね。これからも頑張れたら続けます。ありがとうございます。あと30日後には毎日配信200日目。そうだね。今のところで順調に行くとあれだね、ちょうど4月くらいかな、4月くらいに200日突破するので、皆さんそれまで頑張ります。ガオ可愛かった、嬉しい。ガオありがとうございます。これね、かぶっときながらウサギだからさ、そう、最近なんかね羽織系をいっぱい着てます。よくコート着るし。200日のお祝い何にしようかなね。どうしようかね。 JK になったルアシの200日目とか悪くないね。そうだね、すごい楽しみだな。これ食べる朝に紹介したやつ。毎日配信頑張ってるね。もう頑張ってる。なんかなんだろう、そこしか私の頑張れるところはないかもしれない。うん、毎日配信、そこが私の見どころです。頑張って配信してる。今まで継続できたことってないんですよ。芋けんぴ完食した。そうそう、帰ってきてからもちょっと食べたら完食しました。配信しか取り得ないので頑張ります。今のところ剣使ってないのがすごい。あ、使いました1回だけ。100日もあるし、ロアシの誕生日も近いし、お祝いばかり。そうですね、お祝いだ。なんかイベントの次の日に剣使いました。そ
そう、そのイベントが夢でずっと頑張ってきたけど、なかなか散ってしまったので、まあ夢はないです。私の手、ありがとうございます。なんか歌おっかな。なんか今日はテンションが変わらないぜ今日群馬の磯辺温泉行ってきて、見てよ、ありがとうございますね。磯辺温泉なんてあるんだね。なんか神社じゃない、駅はあるの知ってたけど。聞こえてますか？ガオいただきました。ごちそうさまです。ありがとうございます。岸町カラオケに入った。なんやて、本当に。本当に入ったのかな。あ、あれか、ここのカラオケにはないってことか。そういうことね。なんかない気がする。ちょっと待って、ちょっと探してみるね。あるのかな。ここにはないのか。普通にあれかな、カラオケであるってこと。聞こえてる、ありがとうございます。毎回イヤホンつけて聞こえてますかって聞くそれが一つの楽しみでもある。じゃあこれに決めた。君に決めたぜ。君に決めた。ポキーさん歌ってた。本当に？嘘。
そしてまた沈み、永遠に光輝く。おー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 、遠くまで愛を伝えよう。おー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 、たった一つだけの真実。恋人や星を見ているか、新しい明日の兆しを、全てを枕にしてから、みんなでやり直そうぜ。ありがとうございます。なんか今までで一番うまく歌えたかもしれない。自分的にポンコツ。おいいね。今日は NGT の曲歌おうかな。いつもそうだけどNGT の曲大好き。ポンコツあるかな。あった。仕方なく帰って
気がついた。みんなの荷物はどこへ行った。忘れてきちゃったのに、どうせまた行くからって、くたくのないその笑顔。そう、人生なんて肩の力を抜かなきゃ、きっと息苦しくなるから、楽しくやって行こう。ポンコツぶりも個性が、君がおなかに見える。完璧にできることが大切なんじゃない。そんな君のそばにいる僕の器は小さすぎる。何度間違ってもいい、もっとたくましく生きなきゃ。人は皆ちゃんとしようとする。言われたことだけを言われたようにやる。欲しかったのは自由。どこかネジが緩んでる。マイペースな君の勝ちだ。思うようにいかないこと気にしないで生きる。ポンコツポンコツな君が好きだ。いつもドジばかり踏んでる。頼りないところがいい。なぜか信できる。失敗しちゃった時の慌てぶりが可愛い。そんな人間らしさに僕はどんどん惹かれてゆく。守ってあげたくなる。これガラガラや。これがガラガラや。このね。ありがとうございました。ございました、ございました。いい感じ。最後ミスったけどごめんなさい。ありがとうございました。ポンコツな君が好きだ。何歌おうかな。パチパチ、みんなありがとう。何しようかな。ちょっと考えるね。朝の空を見上げて、今日という一日が笑顔でいられるように、そっとお願いした。時には雨も降って、涙も溢れるけど、思い
そればっかり使って。人生は紙飛行、午後の忙し、大事なこと忘れてしまう。大人になってゆくたび、地球の自転のスピードはどんどん速くなって、一日の長さが昨日より短いのかも、あっという間。ソフトクリーム食べなくなった、あんな好きだったのに、年つって言え泣かしてない、なぜなんだろう。ソフトクリーム食べなくなった、嫌いになったんじゃない、恋をしたあの年の夏から、もうずっと食べてない。そうさ、壁のカレンダーだって勝手にめくられてる、印つけておかないと消えてしまうもの。何かが変わってく、知らないうち何かが変わってく、全てのこと何かが変わってく、あんなに好きだったけれど、人生経験すれば他にも興味が出てくし、頭のキャパシティがいっぱいになるから、なんとなく来てくれて、あとあれですね、あとマリナさんも来てくださって、すごく教えていただいたというすごく嬉しい思い出があります。一生さん全員から教えてもらいました、ソフトサーブのダンス。ソフトクリーム、ラブシグ、あ、歌ったことないんだよね。人を好きになるって切なく辛いものね。歌ってみようかな、ね、ごめんなさい絶対歌えない気がするんですけど、頑張ってみます。歌ったことないな、それはあるのかな、おっと、頑張ってみます。一番だけかな。人を好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたにラブ修行。雲の上浮かぶように、ふわふわと歩いてる、そう夢見心地で、世の中のすべてのもの、
ちょ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 、え、すいません、申し訳ない、思ったより全然歌えなかった。やば、サビはなんとか歌いました。パチパチパチ、ありがとうございます。練習してきます。あと何があるかな。難しかったね、ごめん。全然リクエストありがとう。本当に私が歌えないのが悪い。何これ、法定速度と優越感を歌える。ごめんなさい、無理です。パッパッパ、ごめんね、全然リクエストに答えられない。私は本当に申し訳ない。何が歌えるんだろう。ちょっとみんないろいろ言ってみてほしい。あ、待って、でも時間かここで練習。そうなんだけど、でも分からない。歌詞、まあ最後はじゃあマックス時で一番で終わりたいと思います。なんか6時過ぎちゃいそう。あ、でもマックスじゃなくていいか。初日私歌えるから大丈夫かな。なんて最近歌ってないぞ。初日の一番で終わりたいと思います。終わった、めっちゃ綺麗に終わった、めっちゃ綺麗に終わった、ありがとうございました。終わりたいと思います。みんなバイバーイ。めっちゃちょうどいい。バイバーイ